はーい、こんにちは、こんばんは、ハルです。今回はブラックフライデーが始まったということで、すごい選手の SBC が、来てます。まあ、チーム編成チャレンジを見ていけばわかるかなというふうには思うんですけど、こちらだんだんと行くとロビン・ファン・ペルシーが来てます。ワールドカップアイコンが、ブラフラの、時から、敗走を返されるんですけど、その中で SBC 選手としてファン・ペルシーが、来ました。で、値段なんですけど、ブロンズとかシルバーはあって、83、そしてレッド84、そして86、87と、6つですね。で、ブロンズとシルバーは、そこまで値段はかからないかなっていうふうに、コストはかからないかなっていうふうに思います。キーパー持ってなかったら、ちょっとキーパー買わないといけないので、高かったりするかもしれないんですけど、これをすべて合わせて、一応28万ぐらいです。28万ぐらいです。30万いかないです。30万いかず、ファン・ペルシー、ゲットできるというふうになってます。一から作っても、30万かからない、30万弱ぐらいですかね、になってます。で、ファン・ペルシー、期限は29日間、1ヶ月弱ぐらいはあるんで、いろいろ考えれるかなっていうふうには思うんですけど、もう、なんていう、めちゃくちゃかっこいい、バチクソかっこいいですね。で、自分はそれこそ、ファン・ペルシーのめっちゃ世代っていうわけではないんですけど、多くファン・ペルシーの世代の方もおられると思いますし、これ30万と、比較的まだ安いかなっていうふうに思うので、これ作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに、思います。作るか、作るべきでないかっていう話も、一緒にこの動画ではしようとは思うんですけど、ファン・ペルシーが好きで、これがめちゃくちゃかっこよくてっていう風な、もう世代の人にはね、めちゃくちゃバチコリ刺さるようなカードだと思うので、まず愛がある人は普通に作ってもいいと思います。普通に作ってもいいと思いますね。マジでかっこよすぎますね。デザインといい、ダイナミックイメージといい。で、そして、大事な能力の方いくんですけど、身長187センチで、ワークレート高い、低いでの前線としては非常に素晴らしいところです。で、利き足左なんで、少し持ちにくさっていうのはあるかもしれないです。あとはドリブル面もそこまで、軽いような選手では、まずないです。で、スキルだったり逆足どちらも4、最低限、あるのはあるんですけど、やっぱりどちらかが5の方が、良きかなというふうには思います。で、ペースだったり、あとはフィジカル面はそこまでかなっていうふうに思うんですけど、それでもそれなりに、ある選手にはなってます。で、やっぱりシュートっていうのはめちゃくちゃ決めてくれると思います。決定力だったりシュート力しっかりありますし、ロングシュートも高いので、ペナルティエリア外からも全然打っていってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとは冷静さも90、あるっていうのは非常に高いので、そこでシュートに関しては、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱり大事なのは、やっぱりストライカーとしてはペースで、このペースで裏抜けがどれだけできるのかっていうところだと思います。で、結構用意ドンで、勝つっていうことはできるかもしれないんですけど、後ろから理不尽に追い抜いていくとかっていうことは、できないのかなというふうに思います。で、あとはスピード感っていうのはそこまで感じないかなっていうふうに思いますね。ペースも、そこまで低く、え、そ、そこまで高くないですし、あとは先ほど言ったように身長も大きくて、ドリブルも重たいような、選手、少しですけど重たいような選手にはなってるので、どっしどっし行くような、ドリブル運び方をするのかなというふうには思います。なので、やっぱりもちろん先ほど言った通り、ファン・ペルシーがめっちゃ好きで、愛があって、っていう人だったら、30万っていうコスト自体はこのファン・ペルシーにとっては安いと思うので、全然作ってみてもいいかなっていうふうには、もちろん思うんですけど、実際前線の、今使ってる、皆さんが使ってるスカットの ST を、見た時に、ちょっとファン・ペルシーとタイプ違うなとか、例えばネイマールとかビニシウスとか、めちゃくちゃ軽い選手を使って、その方が使用感がいいっていうのであれば、
多分ファンペルシーは作らなくてもいいかなっていうふうに思います。まあどちらかというとやっぱ現役で言うと、まあ、ペースそこまでファンペルシーと同じぐらいはないですけど、ケインだったりとか、そういうまあ選手、まあ、ハーランドとか、まあ、そういう風な選手にはなってくると思います。そこまで重くはないんですけど、まあ、それでも軽さっていうのはそこまで毎年感じない選手にはなってるので、本当にワンタッチゴーラーとしてまずは考える。でそこでファンペルシーの、まあこうね、ファンペルシーというブランドで、作るかどうかっていうのを決めてみてもいいんじゃないかなっていう風には思います。でこの人しっかりパスも、上手くて、視野だったりショートパスも、まあ、しっかり ST の中ではあるので、まあ、そこら辺も非常にいいんじゃないかなっていう風には、うん、思います。まあ、これからいろんな SBC が出てきて、まあ、ファンペルシーが使われなくなってしまうのかもしれないんですけど、まあ、それでも30万っていうのはこのワールドカップアイコンのファンペルシーにすると、うん、かなり自分的にはこう作っても全然いいような、値段、こう値段の価値30万に見合うような選手にはなっているのかなっていうふうに、思います。今現にファンペルシーバンって出されて多分30万以上はすると思うので、まあ40万、まあ、ぐらいはしてもおかしくないかなっていうふうには自分は思うので、まあ、素材が余ってる人だったりとか、あとは先ほど言った通り、まあ、先ほどの条件満たした人ですけどね、は愛があったりとか、ファンペルシー好きでとか、このカードがめちゃくちゃかっこよくて使ってみたいとかっていうのプラス素材が余ってたりする人は、まあ、全然こう作ってもいいんじゃないかなっていうふうには自分は思います。でも、まあ、そういうのとは別で、あ、なんか来てるやん、ちょっと作ってみようかなっていう感じだと、もしかしたら自分が使ってるような選手たちとはね、全く別のタイプの選手にはなってたりするかもしれないので、そういう今使ってる使用感のいい選手と比べてちょっと似てるような感じがあるんだったら作ってみてもいいかなっていうふうには思いますけど、ドリブラータイプだったりとか軽い選手ではないので、まあそこを見極めて、ね、作るかどうか決めてほしいなというふうには思います。まあ自分はちょっとねめっちゃ迷うとこではあるんですけどね、作ってみてもいいかもしれないんですけど、まあ自分的にはねやっぱりどちらかというとドリブルでこねたい、人なので、まあスルーかなーっていうふうに思うんですけど、めちゃくちゃかっこいいことは間違いないです。マジでかっこいい、マジでかっこいいからこそこの動画を撮ってるという感じになってます。なんでまあ、少しでもまあ作る、まあ、きっかけになればいいかなというふうには思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。